販売する A セグメント乗用車である。欧州における市場拡大を図るトヨタが A セグメントに低コストで車種を投入するために思惑の一致した PSA プジョーシュトロエンと合弁会社であるトプカを設立し2001年からフランス政府の要請から新型車を共同開発する運びとなり開発されたヤリスよりも下のモデルがこの愛語である。 2005年2月28日より、チェコの工場で生産が開始され、同年3月のジュネーブモーターショーで披露された。エクステリアデザインは各社ごと独自となっており、差別化されているが、インテリアは3車種共通であり、トヨタが開発の主導を握った。徹底した軽量化と低コスト化が図られており、わかりやすい点として、下記のようなものがある。 リアサイドウィンドウが5ドアでも通常の上下、巻き上げタイプではなく、ポップアップタイプになっている。リアハッチ自体が、ガラスハッチになっている。ドアの一部鉄板を剥き出しにし、ドア形状の違う姉妹車、プジョー107、シトロ NC1 と、内装トリムを共有できるようになっている。ルームライトは、運転席ドア開閉時のみに連動点灯可能で、助手席、後部ドアには、ドアスイッチがない。 フロントパワーウィンドウスイッチは、各ドアに一つのみで、運転席には、助手席側 PW スイッチがない、ルーフアシストグリップがない、AC とリアでフロスタースイッチに照明がない、エンジン水温計及び水温計黒灯がないなど。2009年1月30日には、最初のマイナーチェンジが行われ、フロントバンパー、テールランプの形状が変更された。 2012年春に2度目のマイナーチェンジが行われ、フロントバンパーの形状が変更され、ディーゼルエンジン搭載車が廃止された。2014年3月のジュネーブ賞にて、GoFun You Are Self のスローガンと共に発表。外装は、日本の若者文化に起因しており、チーフデザイナーの中村信夫によると、鉄腕アトムと箱に入った卵から発送を得たとしており、 若者受けを狙ったものだとされている。初代に引き続き、プジョーシトロエンと三兄弟で生産は、チェコで行われる。3五ドアボディは、仙台と同じクリアが、ガラスハッチになっている。エンジンはこれも、仙台譲りの直列三気筒1リットル1、KRFE 型で、改良により一 p s アップの十九 p s を、発揮する。二千十八年、マイナーチェンジ。 エンジン出力は 72PS にアップした。純正カーナビは Android Auto に対応する。英語の iGo に由来する。ありがとうございます。